ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回は私の趣味でプレイするファミコンと関係のないウイニングイレブンシリーズ、 J リーグウイニングイレブン6をプレイしていきたいと思います。前節ね、京都パープルさんが、ガンバ大阪と対戦して見事にというか敗れ、惜しくも1点差0対1でね負けてしまって、ガンバが首位に躍り出てしまいましたね。パープルさんが降格危機の14位、今節は鹿島アントラーズ強敵ですね、5位と対戦したいと思います。行ってみよう。アウェーか、きついな。アントラーズ平均的になんか強いですね、テクニックありますね。さあ、いつものようにフォーメーションをロードしていきたいと思います。今回はデフォルトでいきましょうかね。おっと、中村忠がちょっと何かトラブルを抱えてますね。誰にしようかな。大月、大月でいくか。大月でいきましょう。あと調子いい人が何人かいますね。野口、右利き、中払いと変えますか。あとは、お、前線は調子いいね。なんかちょっとね、黒部が最近当たってないんでね福寿、よし、行ってみよう。調子いいからね。富田ね、前線はもういいか。あとは、まあ、そんなものかな。石丸さん、石丸監督調子悪いな。しかし、石丸さん行こう。攻撃意識。野口調子いいから、右サイドから攻めるか。カウンターアタックね。右サイドアタックしましょうか、今日はね。さあ、行きましょう。夜になっても気温が下がりません。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。こんばんは。扉です。 J リーグディビジョン1第9節をお送りいたします。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。まもなく選手がピッチに登場します。赤いユニフォームがピッチに姿を現しました。秋田、体調万全とは言い難いようですが、柳沢と鈴木か。今日本代表のツートップじゃないか。わ、イエローカードいっぱいもらってるね。小笠原もいるしね。元山、秋田もいるしね。日本代表多すぎ。前半戦が始まります。サポーターの期待に応えるプレーを見せてほしいですね。今日の試合、柱、サイドバックの攻撃参加が多い 4-4-2 です。京都 3-5-2 のフォーメーションです。おー、かわされた。熊谷、さあ抜けていくか。おー、やばいぞ。アップねー。ファールじゃねー。ノーファール、ノーファール。いきなりやられたな。小笠原、ゆっくりと、これは危険行為とみなされました。あぶね。角田、前に送って、右インサイドアタック。大月、あー、元山、高速ドリブルが。繋がないと。5分過ぎました。再び取り返す。わあ、マジで。おお、誰もいない、誰もいない。鈴木、リスティング、あぶねえ。今取り返した。おっと、クロス、これは中途半端。おお、クリアしよう、クリア。小笠原、ど、通された。小笠原うまいな、ボケ方が。おお、大ホームラン。
ちょっとつないでいこうぜ。角田前方へ。鈴木風。ああ、そんな危ないな今パス。よし、右サイドアタック。強烈なスライディングで奪い返す。おーい、これはイエローでしょ。え、違うの。大月。ああ、届かない。元山、間にボールを送る。これは繋がりません。なかなか先生にボールが繋がりませんね。大月、縦に出します。おっと、左に出した。危ない。ああ、違うな、惜しい。よくしのいだ。右サイドアタック、右に人集まってるよ。鈴木、セーフティーなプレー。どう展開するのか。おー、トレード折れる。よしよしよし。前半15分、宮を狙った。中途半端なクリア。いやいや大丈夫。鹿島、ゴールシーンが待ち遠しいですね。うー、守るのしんどいね。鹿島強いな。押し込まれますね。おーおーおー、取れられ、取れないの。ナイスカット、ナイスカットから右サイドアタック。あー、おお、これは抜かれてないよ。よし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 。ナイスディフェンス。副審が。ナイスディフェンス。前向かせないというね。耐えろ。ああ、そこ頑張ってくれ。20分経過しました。いいカバーリングです。それ強いな。柳沢。柳沢。繋がればチャンス。あ、前向かせた。チャンスです。とここで折り返す。クリアクリア。オッケー。ヘッドで繋いで、福寿。ああ。さあここから元山どうするのか。パスが通ればチャンが、しかしカットされた。うわ、抜かれた。うん、そこじゃない。もう一人上いるよ。右へ回す。前半に。お、チャンスチャンス。おお。これはさすがに。え？ここは集中どころでしょう。おお、ポスト惜しい。惜しかったな今。もうカメラが追いついてないよ、早すぎて。鹿島、横はしっかり回します。タックル。ノーファール、ノーファール。いけ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 。あー、ちょっときつかったか。このグラウンド転がりますね。この人工芝のカンボジアのねブランドとは違うな。天然芝じゃないか。パスの精度が高いですね。再び取り返す。オフサイドには、ここからカウンター。これは素晴らしい読みでしたね。もったいない。あー、トラップ取られた。パスは中央から攻める形が多く見られます。空いたスペースには気を配ってほしいですね。あー、かされた。おー、そこあっぶね。スローインでしょ。コーナーじゃないよね。よしよし、中に2枚。ナイスキーパー。よし、カウンターでいくか。右サイドというよりね。荒橋、鈴木慎吾と、ここで右へ、中へ、守って。惜しい。正面アウグスト、縦に出します。カウンターの方がいいんじゃないか。元山ドリブラー。2人でいけ、2人でしっかり繋がないと。中田、前にボールを送る。おお、そう、あそこ競り負けるか。守り切った。あぶねえ。ここで選手の交代です。本田康人、ここで投入されます。バツイチの人やね。本田康人。おお、危ない。ナイスカット、ナイスカット。石丸、前に置く。あっと、このパスが通った。前半残り5分です。寄せない。よし、もう上げてしまえ。センタリング。本田、前。本田康人。地味なとこ変えてくるね。これが通れば面白い。おお、ここから大きなクロス。おお、クリクリア。オッケー。さて中西さん、はい、そこ詰めてくれ。率は鹿島 57%。 そうですね。オッケーオッケーオッケー。ただいまのオフサイド、スローでご覧ください。柳沢と鈴木孝之ですもんね。強力ツートップ。手元の時計では残り時間がほとんどありません。しかしカット。おし、チャンス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 。
このボールを。ああ惜しい。唯一のチャンスが。縦に出します。前ここで前半終了。よしよし、まあアウェイとしてはいいよ。うん、鹿島相手にね、勝ち点取ろうぜ。勝ち点取ろうぜ、パープルさんが。ここまでの途中経過をお伝えします。シュートも2本。得点は0対0。ここまでチームとも。うん。さあ後半戦いよいよ開始です。先に試合を動かすのは一体どちらでしょうか。サイドチェンジ。野口。大月前方へ。あ。鹿島自由にさせ抜かれた。抜かれてないか。おやるな。ファビアーノか。あっと、はい、これはコーナーキックになります。よしよしよし。パクチソンボールをワンチャンス入れさせません。おサポート。おーファウルじゃないのか。守り切った。後半5分経過。キープキープ。後半より前半よりも攻めよう。あ危ない危ないな、そのバックパス。ニアヘッドでクリア。センターに戻します。大月前へ。うん、ボールは中央前へ。小さく蹴り出す。野口縦に出します。あーパスしたかった今。やっぱパサンガはショートパスですよ、京都パープルサンガは。後半10分が経過しました。前方にしっかり周りを見て。おお、ナイスキープするな。ゴールシーンが待ち遠しいですね、中西さん。サポーターの応援にも熱が、ね。おお、そこ通すか。ディフェンダーに当たった。うおお、やられた。そこ取られたらあかん。くわー、クリアできたな今。もったいないミスですよ。鹿島、ここで先制点。さあ。もう一度見てみましょう。もったいない、大笠原か。くー、フォーメーション変えるか。スリートップにね。さあ行くぞ。試合が動きました。得点は1対0。しかし得点直後は気をつけないといけません。このボールはどっち。松井、うん、よくうわ体強いな、全然取れないボール。さあここで鈴木流します。ここでカット。柳沢、お前で取れないな、やっぱ強い。うお振り向かれた、マジか。めっちゃ強いやん体これ。鹿島アメクソ。2点差ではまだ分かりません。最後まで守りきることができるのか。ああもったいない。前に送って、うん、後半20分経過。ああ取られた。一発でいけ、もうおっしゃ、リスク覚悟でいこう。もう熊谷前方へ。おらこの野郎、スライディング舞台ダメだ。打ってきた。うわ遠くから。それはさすがにそれはないでしょ。角田前に出す。カット。さて中西さん、はい、鹿島中央から攻め込む形が多く見られます。今日はキュンキュンですね。キュンキュンってね、何やキュンキュンって。大月前、後半25分経過。誰もいないじゃん。ここでああチャンスですね。選択肢を誤ると一発で終わりだな。届くか。おっとこれはオフサイド。1点返したいな、この2点差だと。そあエウレルっていうのが出ていたね。秋田か、強いなヘディング。そら秋田は強いよね。前に送ってネジ込め、キーパーに弾かれた。再び取り返す。後半30分経過。あトラップが悪い。あトラップが悪い。野口前方へ。大月前へ。あ違う違う違う、そこじゃないよ、そこじゃない。とインターセプト。
誰もいない誰もいない誰もいない、キーパー出ろ、そこだ、うわー、入った、さらにゴール、いや、投げ、ただ今のリプレイご覧いただきます。ああ、これはちょっと飽きすぎてるよ。さあ、これだけの得点差があればあとは守るだけですね。本当やね、激しい奪い合い、後半35分をすでに過ぎました。さて、この野郎、はい、ここまでのお前も支配率は鹿島、本当に触ってやろ、京都40、くーくそ、チームボール支配率では互角ですがいかがでしょう。うわ、まずボールをしっかりつなぐことを考えてから雑なプレーにならない。37分時間まで1点取りて、1点エウベル前、チャンスじゃない、これこれチャンスだよ、チャンスだよ、大月パテに出します。ちょっと後ろ、アドバンテージを見ます。あと5分です。センターに戻します。取れる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 、攻撃を組み立て直します。取れる取れる取れる、時間を使います。時間使ってきてるのか、腹立つな。クリアヘッド、おお、それキープされる、どうするのか、それ、おお、抜かれた、打てキーパーに弾かれた、置いてかれ、渚はいいシュートでしたがキーパーに弾かれました。鹿島チャンス到来、あっとジャンピングヘッド、わずかにそれてしまった、能力差があるんかな。鈴木ヘディングシュートを見せました。あるかそら。ボールは中央、一気に上げていこうぜ、ロスタイムに、おお、それもさせられてくれない、よくしのいだ。もう間もなく試合終了のホイッスル、なにかけろ真ん中、あー、チャンスチャンス、あー、惜しい、パクちゃん長かった、くー、中引きが打たれました。うー、的な試合展開でした。悔しいな、やっぱ上位陣は強いですね、鹿島とか。あー、心なしか元気ないな、みんな。今日の試合を振り返ります。まずはこの画面、この試合初めてのチャンスは鹿島、後半13分、お手本通りの動きですね。次です、後半18分、後半足が止まったか、今のプレー違う角度からご覧いただきます。そしてさて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。そうですか、高い城の模様を慰めてくれますね。表示しております。58分でしょ、そうだよな、前半は0対0だったんだよな。我慢が足りなかったか。本日の解説は中西哲夫さんをお迎えしてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。